青戸駅は、東京都葛飾区青戸3丁目にある、京成電鉄の駅である。本線と押上線が乗り入れている。駅番号は、KS09。押上線の起点駅で、本線京成上野方面と、都営地下鉄浅草線、京急線からの列車が乗り入れる押上線、押上方面の分岐点でもある。また、京成本線では当駅から京成高砂まで、 複々線であり、京成電鉄におけるジャンクションとしての機能を当駅と京成高佐号駅で2分する形になっている。島式ホーム2面4線を有する高架駅で、2階と3階に、それぞれ1面ずつホームがある。1階、中2階には、テナントとして、ユアエルムアオトテンが入居する。中2階は、改札口、駅事務所、2階は、都営浅草線、京急線方面と、 京成上野方面、3階は成田空港方面のリバである。進行方向別の構造のため、当駅では階段を昇降せずに、京成高佐護方面からの列車と押上線の列車の乗り換えが可能である。また、上り方面への列車の折り返し着発用に、上り下りの二層間をつなぐ引き上げ線も設置されている。しかし、引上げ線が一線しかないため、 当駅で折り返す本数には制約がある。中2階改札口にはエレベーターが設置され、2階ホーム、3階ホームに通じている。他にも、中2階と1階の間を連絡するエレベーターがある。エスカレーターも併設され、改札口2階ホーム、2階ホーム3階ホームを、それぞれ連絡している。改築から1994年までは、 形成津田沼駅と同様の字幕式発車表が使用されていた。その後、LED 式に交換されたが、成田スカイアクセスの開業に伴い、フルカラー LED 式のものに交換された。これにより3.4番線ホームで個別に設置されていたものが一体のものとされている。なお、発車表はホームのみの設置であり、運行情報表示器も併設されている。 かつて地上駅時代は平面交差で分岐をさばいていたが、ダイヤ編成上のネックを解消するために大規模改良工事を行い、二重効果の方向別配線となった。その際は、現在の駅舎の位置から形成高さ護よりに、一旦仮駅を建設し、旧駅舎を解体後現駅舎を建設する方法で行われた。仮駅は、その後1976年に、 現役の直下に戻った。1985年の高架化完成と同時期に駅と隣接する環状7号線最後の区間も完成した。駅長配置駅。青戸管区としてお花茶屋駅、京成立社区駅及び四次駅を管理下に置く。2019年度の1日平均乗降人員は5万1039人であり、京成線全69駅中第7位で、 他社と接続のない京成電鉄の駅としては最多。また隣の京成高砂駅は、北総線からの直通人員を乗降人員としてカウントするため、乗降客数自体は当駅の方が多い。近年の1日平均乗降人員推移は、下表の通りである。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通りである。当駅には駅前にロータリーを設置するスペースがない。 ユアエルム m 青と5番街と6番街の間の高架下に京成青戸駅ユア u ルム青戸前停留所を設置し2011年8月1日から青01系統の受刑医大葛飾医療センター業の運行を開始した青戸駅東交差点はバス停が関7通り沿いにあり駅から離れているため利用時には注意が必要アリオカ亀アリへのアクセスのために 無料循環シャトルバスが、青戸駅入り口、青戸駅東交差点の、両バス停に停車する。タクシー乗り場はロータリーがないため、リブレ形成青戸店横に、タクシーが横付けされ、そこから乗車することが慣例となっている。正式なものではないため、タクシー乗り場等の表示はない。公団の太平記に登場する、青戸藤綱が由来とされる。町名は、 江戸時代の川雲の港を意味するとから来た青戸であり混同されることが多い。また、駅開業時は亀青村青戸ではなく、ホンダ町中原に属していた。当駅の住所が青戸となったのは、1967年の住居表示施行後である。当駅の高架化事業着手時点では、スカイライナーを重量編成にする計画があったため、 上下ホームとも重量変分の有効調に対応した設計となっている。1997年にこのスペースを活用し、下りホーム形成上の寄りに、イブニングライナーの利用客のための待合室が設置されている。京急線直通の横浜方面開得は、大半が東駅始発、終着で、押し上げまでは普通、その先が開得となる。 2020年4月11日から当面の間、平日と休日ともに、スカイライナーの上下各6本が当駅に臨時停車する。ありがとうございます。